ああ、犬飼いたいな。社会人になってから動物飼ったことないけど、ちゃんと飼えるかな。仕事中だけど、ちょっと調べちゃおう。やっぱりトイプードル可愛いな。一緒にお散歩とか行きたいし。なるほど、真夏に散歩させるときはついマンホールでワンちゃんの足が火傷しないように靴を履かせないといけないのか。あれはおしゃれのためだけじゃなくて意味があったんだ。プリントアウトして家でもちょっと考えてみよう。わっ、ごめんなさいなのだ。こっちこそごめん。今拾うのだ。これは何の仕様なのだ。やばい、仕事サボって勝手にプリンター使ったの割れちゃう。いや、これは何でもないの。今暇だから新しい仕事なら手伝うのだ。うん、普段サボってばっかりのくせに、なんでこんな時だけ積極的なの。本当に大丈夫。そんなこと言わずに。あの実はこれプライベートで見るために印刷したやつなの。だからその他の人には内緒にしてて。あ、そういうことなのだ。分かったのだ。別に誰にも。闇に電流走る。あ、犬のおちんぽ。プライベートで、もしかして中間。もしかして犬に興味あるのだ。そうなの。人じゃ満足できないのだ。人？恋人ってことかな。今付き合ってる人いないし、それにやっぱりワンちゃんの方がいいかな。人よりも。ちなみに犬とは今までに。あ、それなら子供の頃に飼ってたことがあって。ってことは、その紙に書いてあることをしたことは。紙に書いてることを？あ、毎日してたよ。毎日一人でしたり他の人とするのとはやっぱり違うのだ。そうだね、今でも毎日一人でよくするけど。毎日やっぱりワンちゃんとするのは格別だね。格別、は、最高なのだ。今度するとき見学させてほしいのだ。もしかしてズンダモンもワンちゃん欲しいの？僕はいいのだ。でも紡ぎ出してるところは見てみたいのだ。変わってるわね。それで犬のチンポは具体的にどんな風にいいのだ。中間って病気とかやばくないのだ。